はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのはこちらバルナックライカですね、こちらはダイキャストタイプの、バルナックライカ 3C の中でもこちらが、一段この巻き戻しレバーのところが一段上がっている通称ダンツキと呼ばれる、3C の前期タイプになります。はい、ではこちらボディキャップ付属します。はい、ではまず外観から見ていきましょう。張り革は当店で張り替えましたので問題ないです。とても非常に綺麗です。でトップカバーなんですが、ぐるっと見渡して、まあ多少のすれはありますけど、そんな深い汚いようなすれはないですし、大きな傷とかもないですね。ほとんどトップカバー綺麗ですね。底蓋も同じような感じですね。綺麗です。角の擦れとかもないですし、うん、かなり綺麗な状態ですね。この 3C は、はい、いい感じです。はい、であとこちら当店でフルオーバーホールしており、その時にシャッターマック交換してます。で巻き上げも非常にスムーズです。で今巻き上げており、 B ですね、バルブから見ていきましょう。はい、問題ありませんね。はい、で次は30-1スローですね。 T スローで T を見ていきましょう。開きっぱなし、何もしないと開きっぱなしで1に戻す、 T 以外に戻すと戻ってくれます。はい、はい、では最後は1/1000ですね。はい、ではちょっと動画では見づらいかもしれないんですが、専用のシャッターテスターで測定をして、実際にフィルも入れて試写をして問題ないのを確認しております。それでフィルも入れた後にね、実際試写をした後に巻き戻しをして、フィルムが切れたり引っかかりのないことも確認しておりますので、ご安心してお使いいただけます。はい、あとその他の動作としては、フィルムカウンターですね。で今30でワンカウントしてくれます。はい、問題ありません。であと湿度調整も非常にスムーズに動いてくれます。ビューファインダー、レンジファインダーともに清掃済みです。で、二重像は無限灯で合致するように合わせており、そんなに薄くもなく、まあそんなに、まあ中古なんでバッチリ濃いってわけでもないですが、出て見づらいわけでもありません。はい、あとは開閉も非常にスムーズです。特に問題ないです。そこだな、こんな感じです。裏も、もちろんですがスプールは付属しております。こんな感じで、はい、中もそんなに目立つようなね、腐食とかはないです。はい、かなりね 3C にしてはね、かなり綺麗な状態を保っていて、いい感じの状態です。はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。バルナックライカ 3C 段付き前期タイプのご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。でよろしくお願いします。